おじいちゃんのお墓かい？はい、じゃあ今日もね、デトロイト続きからやっていきます。はい、まあ、さやさんのエンドがどうなるかすごく気になります。あ、マーカス、おじいちゃんのお墓かい？あー、おじいちゃん、打ち明けよう。わからないんです、カール。平和に暮らしたかっただけなのに、何もかも目の前で崩れ去っていく。あら、悲しみ。あなたはいろいろ教えてくれましたが、僕はまだ未熟だった。大義のために戦えば勝てると思い込んでいた。でもそれは間違いでした。どうすればいいんです、カール。カール、皆殺されていく。僕は暴力など望んでいないのに、他にどうしろと。あなたに会いたい。会いたいよ。あなたがここにいれば。カールじいさん、あ、レオ、よく名前覚えてたね。憎たらしい名前だけは覚えてる。何も言わなかった。レオ、お墓参りちゃんとしてるんだ。爆弾持ってる。僕のせいで人間にジェリコの場所がバレた。バカだったよ。利用されてると気づかずに。そんな落ち込まないで、コナン。すまなかった、マーカス。僕を信用できなくても無理はない。殺すってある。君はもう仲間だ。ここが君の帰るべき場所だよ。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。まさかサイバーライフタワーに行くつもりか。マジか、大丈夫か。コナン、自殺行為だ。コナンにならできる。入れてくれるさ。あそこに侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるぞ。そうかもしれないな。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。あら、そんなことをするコナンになったのね。気をつけろよ。仲間だ。コナー、かわいい。コナー、その帽子かぶるとすごい幼くなるじゃないか。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。あ、デモはダメだよ。世論が嫌悪になってる。人間が戦争を望むなら受けてやるさ。
けてやる。自由のために戦い抜くんだ。勝ったとしても死んだとしても。そうだ、みんな覚悟はできているか。おやジェリコ、いいぞ、やるぞ。マーカス、マーカス、マーカス、いいぞ、マーカス。よし、我は革命軍なり。あれ、こんなに分岐するの今のとこで。はい、はい、サエさんはまあ戦います。戦うよ。そしてコナンに頼る。コナンがきっとアンドロイドたちを解放してくれるんだ。キヨピー編です。はい。あ、こんなとこ行ってない。え、なにここ。じいさんちじゃん。あ、そっか、じいさん生きてるから。カールじいさん、カールに会う。そう、墓だった。そうだ。カール生きてるよね。どういうこと。あ、カール、あ、久々よ。めっちゃ感動じゃん。待って、感動する。やばい、ちょっと待って、カール生きてるか。カールじいさんは大丈夫か。カールどこにいるんだ。何、再生するって。ああ、そっか、死んでなかったんだ。本当？本当？ああ、更生してる。ああ、ああ、更生したんだ。あら、改心したの？こっちの方がいいじゃん。誰だ、どうやって入った。カールに会わせてくれ。カール様には会えない、帰ってくれ。なんでだ、なんで会えないんだ。変異させよう。頼む、どうしても会いたいんだ。親父に会いに来た。弱っているんだ。会っても話ができるかしら。あ、そうなんだ。でも死んでないんだね。だいぶ弱ってるのね。でも最後に話したいわ。うわ、こっちの方が正規ルートじゃん。あら、マジかよ。大丈夫か。カール、マーカス、よかった。ねえ、ずっとあなたに。そうだ、俺もカールに会いたくて。本当だよ。どうした、マーカス。なあ、戸惑ってんだよな。厳しい現実がある。どうすればいいか分からないんです。このままだと何をしても流血を避けることはできない。そうだ、世界を恐怖に支配されている。他者への恐怖、未来への恐怖、私のように老いてしまった、もう長くは持たんだろう。そんなこと聞きたいんじゃねえよ。どうしたらいいんですか。助言を求めよう。仲間が殺されているんですよ。でも僕は暴力など望んでいない。そうだ、それじゃ他に。どうすればいいんだよ。本当だ、教えてくれ。生きるとは選択することだ。相手を愛すのか憎むのか、手を差し出すのか、その拳を握りしめるのか、簡単に答えが出せることではないんだよ。カールじいさん、世界を受け入れられない。助言してくれてる。お墓じゃないから、戦って帰るしかない。そういうことか。お前は私の息子だ。なあ、救い出す者たちが現れる。ああ、その一人の
そういうことか。闇に立ち向かえ。立ち向かうんだ、マーカス。だが決して飲み込まれてはな。そうだね、飲み込まれちゃいけないよ。俺はどうやって戦うかだな。レオが来るまで生きてて、カールに会えてよかった。カール死んじゃったのかな、生きてるのかな。レオに会えたといいんだけど。またアマンダどこ行くの。前任者は任務に失敗しました。あなたが引き継ぎなさい。何をすべきか分かっていますね。兵員隊の指導者を破壊します。了解でござる。期待しています。完全にロボットや。完全に犬だ。どここれ。ハンクの家。ハンク敵対してるよ。どうすんの。嫌なんだけど。あ、開けちゃうの。ハンク、ハンクいる。別れ、お別れを言いに来ました、警部。パーカーなんて着ちゃってる。お別れしたい。あなたにお会いしたかったんです。考え方の違いはありましたが、あなたに出会えて本当に良かった。銃、あの銃は手放して、あのゲームももうやめてください。お前が死んで戻ってくるたびにコールのことを思い出す。もう一度抱きしめてやりたい。コール、息子ね。人は生き返らないんだよ。そうだな、説得しよう。ハク、僕はさあ、もう帰れ。任務でも達成してこい。それしか興味ないんだろう。そんなこと言うなよ。ハンクと喋れて羨ましい。さっさと失せろ。警察を辞めないとこれ。くそー、多分そうだ。願望があったから。相撲が泣いてる。嘘でしょ。ハンク、マジかよ。ハンク、マジかよ。嘘だろうね。もういるのか。間違ってたよ。ごめんな。町を出るんだ、まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。最終バスに乗らないと。今ならまだ国境を越えられるかも。そうだね。ルーサーはいないけど。マーカス、アンドロイドを解放する。共感してくれてるんだよな、世論はな。でもするか。分かってる。みんな怒っているんだろう。反撃したいんだろう。だけど暴力では解決できない。なるほどね。平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。そっか。
可能性はそこに心が残っているなら聞いてくれるはずだ。ダメでも残された仲間が戦い続けてくれる。みんな覚悟はいい。じゃあさ、これさ、アリスたちが捕まった状態でさ、デモにしちゃうとさ、救えないってことかな。あ、リーダーになった、ジル。よし、いいぞ、やるぞ。世論は味方だ。はあ、こうなるんだ、平和的解決。だいぶ違いますね。ルーサー。もうハンクも死んだし。そうだよ、ハンクも死んだし。もう辛かったよ。そうなんだ。